後半戦の朝。優勝すればオリンピック代表に王手をかけます。ライバルの小田選手との差はわずか、絶対に負けられません。迎えた本番。結果は気にするまいと自分に言い聞かせても、体は極度に緊張していました。本田武史さんの演技でした。予定していた連続ジャンプ失敗。小田選手を意識するあまり気負って回転しすぎてしまいました。肝心なのはこのミスを引きずらないこと。ところが次も失敗。気持ちを切り替えられません。動け動け、大輔しっかり伸びるんだよ。高橋選手の演技は小さくまとまっていきます。今シーズン最低の出来に呆然とする高橋選手。もうできない。The total competition score is 205.30 and he now ranks second. 総合得点 205.30。 現在の順位は第2位です。11番小田信成さん、日本。最後まで自分の演技ができず悔しい結果になりました。控え室に戻る途中、モニターでライバル小田選手の演技をじっと見つめます。本番での強さを発揮した小田選手は優勝。高橋選手は3位に終わりました。
3位っていうのは嬉しいもんなんですけど、でももう全然内容もあれやったし、まあ、勝ちたかった人には負けてるんで、まあ、前勝ってた人にも負けてるし、ちょっと全然悔しい差しか残らなかったですね。ありがとうございました。守りの姿勢に入ったことで再び現れた心の弱さ。たった一つの代表の座を勝ち取るためにはもう一度自分に勝たなければいけません。代表決定まであと3週間。NHK 杯でライバルに敗れ、高橋選手は落ち込んでいました。長光コーチは試合に負けた後、丸一日休みを取らせるなど、軽めの調整を行っていました。本当に強い心を持つためには、高橋選手が自分で乗り越えるしかない。そのための時間を作ることにしたのです。試合前日の夜、長光コーチは高橋選手にメールを送りました。明日は大輔らしく伸びやかに滑ってくださいね。どんな結果でもそばにいますので、何も恐れず堂々と滑って全てのお客さんを虜にしてください。あなたが悪くても私たちはあなたの味方だよみたいな感じで、ちょっと多分リラックスというか、そのプレッシャーをちょっとでも軽くしようとしてくれたとは思ってますけど。